ウエストパックエクスプレスは、オースタル社が建造した、総動高速フェリーである。軍事会場輸送司令部が要請しており、主にアメリカ海兵隊、在日米軍などの輸送に使用されている。オーストラリアのオースタル社で2001年に建造された。春ナンバーは130である。2008年11月、オースタル USA は、統合高速輸送艦計画において、 スピアヘッド救援西洋高速輸送艦の建造を受注した。ウエストパックエクスプレスの運用実績を踏まえた設計で最大10隻を建造する。スピアヘッド級はアメリカ海軍、アメリカ海兵隊、アメリカ沿岸警備隊によって統合運用される予定である。本船はオースタルハル130チャータリング有限責任会社が所有している。2007年2月、 軍事会場輸送司令部は、オースタルハル130チャータリングと2011年9月までの4年間で1339万5944ドルの固定価格契約を結んだ。2011年12月、契約は更新され、2014年1月まで延長された。2014年10月、第3海兵遠征軍の極東地域での 運用サポートのために契約が再度更新された。2002年にはアメリカ太平洋軍の一員としてタイで行われたコブラゴールド2002に参加した。2011年3月には東日本大震災への米国の対応の一環として運用された。この際の活躍により表彰されメダルが授与された。横浜で軍事海上輸送司令部の マーク・ H ・バズビー海軍少将が乗船して式典が行われた。ありがとうございます。